多分多分とりあえずそれ何メイキングのごめんね。いや、待ってた、待ってた。いいカット、友情のカットが取れたわ、今。すっごい嬉しい一言もらえたから、あの初めて。ずっとね、新井さん、やってみるわかんないさ、やってみるわかんない。とりあえずやってみましょう。まあ、そこでいっぱい稼いだ方が、もう得かもしれない。待ってた。コンバージョンになってると、このアイリスのつまみでコンバージョンポイントが変えれるんです。で、アイリスに変えると、これがアイリスになると。で、これが共用になってるんで、ちょっと使いづらいっていう話が、あれっていう時あるわけあるんですよ。そのポイントの見方なんですけど、やっぱりあの 3D 見て、で、メガネかけて実際に、あのこのポイントがいい、このポイントがいいっていうのを手探りしながら取っていくと、あ、大体ポイントが、ね、この辺にポイントにしよう、この辺にポイントにしようっていうのが分かってくると思うんで、ローから取った方がいいですか？はい、絶対低い方がいいです。なんで低い方がいいですか？ね、やっぱりそのワイドがちょっとないので、はい、あの空を入れた方がワイドに見えるっていう。はい、あ、なるほど、はい、これどこで見たらいいの？割と来ますね。来るでしょ。割と来るな。来すぎたらほんまに気持ち悪いんですよ。なるほど。なんやこの格好。全く見えへん。赤身にし。これ味方のこのポーズもどうやねんで。なんでハンディでこうずっと動くって言ったら絶対高いんですけど。みんなその方が慣れてると思うので ND フィルターとズームはあのサーボじゃない方がいいです。あ、切ってもこうですよ。これはもうバッテリーしかないですね。いきますか。いきましょう。いいや、じゃーん、じゃーん。え、もう一回出すんですか。基本的に拙者は向かないですよ。2.2 メートル以内はもう全くダメなんで、できるだけ離れてズームかける方がいいかなっていう感じで、この午前中の今の感じで。でもズームはやめた。やめた。いや、でもズーム使うんでだから ING はあんまり使えないでしょ。これがサーボがあのサーボなんで、キュッてやったらちょっと1秒ぐらいってなるんで、あの多分触ってもらったら一目瞭然なんで、多分もう皆さん触ってもらった方がいいんじゃない手前は浮いてないですね。奥がちょっと若干に二重になってますね。あの一番ね、後ろの子が赤い子が、あれですわ、二重になってます。あー来てる。あーいやー、全然ダメ、全然ダメ、全然ダメ。あ、今このぐらい、今来たかな。今破綻してます。その女の子破綻してます。合わない。え、逆こう。あー合わへんな。来てない、まだ来てない。あーあかんな。
ダメですね。まだダメですね。合わない。合わない。ここもいっぱい合わない。あ、まだ逆はもう一回じゃあ。なんか全然あれですね。どこに合わせる？あ、来た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 。はい、来た来た、はい。よーい、スタート。あれを朝食で使うのが結構きついですね。最初から最後までずっと生きでってなイメージしてたよ。そうそうそう、いや、まあまあ、もっとそれも別にそこまで使うつもりはなかったから、あの別にいいんですけど、いや、実際にあのああいう動きを取るときは結構ちょっと面白いです。今日だったら多分、このこういう、はいはいはい、ありがとうございます。まださっきね、でもある程度3つ取れてるんで、うん、そこまでやってもいいです。今、うん、これ今コンバージョン合ってる？コンバージョンはこう出ますね。合ってる？はい、大丈夫？はい、そうなんや。これはいい感じで出てます。ええ感じだけど破綻してない。いや、意外と意外と機会があるかもしれない。みんなじゃあ、俺結構きついと思うよ。数字感。あのね、正面に来て、正面に来てこれと整体この辺。微妙。一番上手で。オッケーオッケー、いいじゃん。
ああ、おお。あ、そうですね。これで奥行きも。おお。これからこういうのね。ああ、なるほどね。上から撮るやったらそういう動きやな。おお。ああ、結構おもろい。指のうねうね感。あ、待って、ちょっと破綻してるどう？いや、来てます。来てる。ちょっと誰か見て。来てます、来てます。ちょっと？ちょっと待ってもらっていいですかね。ちょっと見て。おお。ではないんですが、あ、これいけてますよ。いけてる？オッケー。犯人じゃなかないから、みんな今までフィックスやねん。C が30。C が30。だから動かしたら面白い。もしもし。コンバージョンポイント関係ない。関係です。はい、おかちゃん。うん。今コンバージョンポイント。多分4メーター距離です。これほんまピンポイントやな。ちょっとずれた。真ん中やった。はい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 、ウズムゼロの C36。 コンバージェンスをなるべく骨の中心ぐらいになると、ここですね。ちょっとほどの調査はない。